もう一個ください。選手にサポートしたいという気持ちが、高額ですので、高額的な立場からそういうふうに思っているわけです。ですから、それをいかに寄与できるかというところで、東京オリンピック、ちょうどいいタイミングですので、我々作った船で金メダルを取っていただければというふうに思っています。日本の中でこのゼロから作っていくという経験がない、ここが一番難しいですね。今まで作っていて、それをこれに応用すればっていうことであればね、それはできるのかもしれないけれども、全くゼロから作るんですから、日本の中に生産会社ないんですね。それをテクラボさん、本当はもともと冷春会なので、冷春会の技術を使って作り上げた。我々が持っている知識、それから技術も全部つぎ込みますんで、ぜひ取っていただきたいと思っています。もちろん金ですよ。それ以外考えてませんので。